はーい、ゴーゴーです。今日はマグロのカマ、ハーブ焼きを作ってくらいます。材料紹介です。マグロのカマ、タイム、ローズマリー、塩、ブラックペッパーです。実食。じゃん。今日の飲み物はちょっと見えちゃったけど。実
人生初めて伊藤園青汁行ってみましょうか。ごくごく飲める青汁どうぞ行ってみて、ごくごく行ってみてください。え、平気なの？お前本当に青汁ってこんなもん。え、知らない。お父さん飲んだことないからヨーデルも知らんすよ。うまいの？うん。え、マジ？ちょっといい？口つけちゃって。いや、ちょっと人生初の青汁いってみるわ。マジか。マジでごくごくいける。こういう粉っぽい感じなんだ。わかりました。じゃあ行ってみましょう。ハーブ焼きどうでしょうね。美味しいですかね。今回はメバチマグロだから油があんまりないかもしれないね。頑張って行ってみ。あれ？突っ込んでみ、足グッと。グッて。あ、そうだね。手で押さえても大丈夫です。あっちくね、大丈夫。首だけで。手でいっちゃう。マジっすか？まあいいや。いただきます。どうぞ。熱くね。うん。どうした？骨？うん。こん。大変申し訳ございません。じゃあ行ってみましょう。仕切り直し。気を取り直して。箸で行ってみる？ちゃんと。まあこれも合うの。塩だけとハーブ焼きどっちがいい？どっちもいい。うん。野菜も食ってみる？人参だけど、うん、いい感じ。いい感じ。いっぱい食べて、何本でも食えるかい？夜ご飯いなくて。今夜ご飯だから大丈夫だよ。うん。うん。最高。かぼちゃがホクホクしてて最高。ニンニクの丸焼きで行ってみる？丸焼きほらそこあるじゃん。手で皮むきゃつるんとむける。あ、中身ない？中身ない？あ、皮だけのちょっとどっか出ちゃった。取れた。あっ。あっちよ、それ。食ってください。お前、手づかみ、まあいいや、行ってみて。うん。ニンニク、すげえ。コクコク食べ？トロントロンの。ね、一緒にやるといいよね、見た目も。野菜入れても入れなくてもさ、手間一緒だからさ。超楽勝。うん。で、マグロどう？うめえよ。最高っすか。あれ、マイキーちゃん。骨かな。骨じゃねえわ。置いちゃった。
じゃあね。